どうもおはようございます。11月29日朝6時15分の相場解説になります。今日はねちょっと新マーケットを設定しなければいけないかなというふうに思ってます。昨日は下落一方で良かったわけなんですけども、その内訳はですね、ちょっと前に、上昇トレンドのある領域から移動平均線を越えて下の方に潜ってきまして、それが今下落のトレンドを作ってるわけですよね。でさらに数日前からこのちっちゃい陰線からちょっと実体のある陰線になって、大きな陰線になって、さらに大きな陰線になりました。これは下落の勢いを加速しているというふうに見えます。これは日足レベルです。で日足ってのはファンダメンタルがすごく影響しますんで、昨日1日でね大きく下落したその要因の一つにはテクニカルももちろんあるんですよ。下落トレンド中ですからね。さらにそこにアメリカの利上げがそろそろ終わって利下げに向かっていくんじゃないかなっていうふうな根拠が出てきたわけなんですよ。それによって大きくドルの売りが先行して円高に向かったということになります。さあ円高に向かったんですけども、とりあえずはこのヒゲ先が迫ってますんで、ちょっとその辺も意識しないといけないかなっていうところです。で4時間は結構分かりやすい図になってるんですけども、下ヒゲが揃ったこちらの方ですね。ここで、下落の勢いが止まってるという、まあそういう事実があり、こっから反転して上昇に向かってるわけなんですけども、当然ここを意識したゾーンが同じところに存在しますので、下落の勢いは激しかったんですけども、ここで一旦止まってるってことになりますよね。下の方に降りてきて、N 字を書くように下落を繰り返してきたんですが、そのクライマックスが昨日あって、そこに材料も相まってきてですね、アメリカの利上げは終わるよってことでドルが投げ売られて、今ここに、価格が落ち着いたということです。で一旦ねこの力点で止まるんじゃないかなと思いますけども、それが今日再開する可能性がありますので、じゃあマーケットを上の方に設定できるのか、それともさらに日本市場が開いてこの図を見てですね、ああこれから売りが始まるんだなと、そして米ドルってのはこれから売られるんだなと思えば円高の方向に向かうってことになりますので、こっから下のマーケットを意識するってことになります。それが今日のテーマである新マーケットの見分け選別ってことになりますね。今のところどっちになるか見えてきません。さあ1時間を見ていきます。1時間を見るとちょっと前のことですけども、ここが上に行くかどうかっていうアセンディングトライアングルが上に行かずに下に行ったと、そして下落トレンドに入ったところで、昨日は一振り上に行って、そして、移動平均線にぶつかってテクニカル通りに下落したわけですけども、そこに、ドルの売りという材料が入ってきたことによって、この2本の陰線が出てきたと。で、今その調整が行われて買い戻されていったりとか、それから利確が進んでいくってことになりますよね。でそれが日本時間の朝9時、もうちょっとしたら顕著になってきて、どちらの方にマーケットが向かうのかってことが徐々に見えてくるってことになります。まあ遅くても正午あたりにはその辺を見分けてですね、早めに、エントリーしていきたいなと思います。まあですんでね、方向性が早く見定まれば9時から12時の間にエントリーができると思いますし、そうでなくても12時前後にはね、遅くとも1時ぐらいには、エントリーをね、ワントライしていきたいなと思います。で、それがちょっとね、できなかったらもう今日はおじゃんですね。今日の深夜には大きな材料が来ますので、新マーケットを設定しても、そのマーケットが生き延びるのが今日ギリギリ深夜までということになります。明日は明日でまた別のマーケットを考えなければいけませんのでね、ちょっと慌ただしいんですけども、テクニカルは十分に通用しますので、その辺も一緒に合わせて見ていきましょう。それでは、追加放送は今度9時ぐらいになるかと思いますので、よろしくお願いします。